はい、パートに行きましょう。えー、酸と塩基は意味わかりました。えーと、じゃあ次ですね。平行なんぞやということなんですけども、えー、この平行っていうのは釣り合ってるよっていう意味ですね。えー、つまり、体の中で酸とアルカリ性が釣り合っているよっていうのが酸塩基平行の意味です。ああなるほど。酸とアルカリ性が釣り合っているということは、体の中は中性なんだ。えー、ではないんですね。これ、えー、っと、中性ではないんです。体内の pH っていうのは、 実はですね、7.35から7.45。はい、これ、国試に出たことがあります。これも国使ポイントですね。気をつけてください、えー。つまりですね、体の中は弱アルカリ性、ほんの少しアルカリ性で釣りやっていると。まあ,あの、体の中で起きているいろんな化学反応をですね、円滑にこう進めていくためには、えーまあ、この pH が要はあの一番気持ちいいんですね、体の中は。うんえー、ただですね、まあ、常に一定ではももありませんとあの。酸性に傾いてしまうこともあれば、えー、アルカリ性に傾いてしまうこともありますと。うん でえーまあ、何かのきっかけで、えー、酸性に、えー、傾きがちになってしまった病態のことを、えー、アシドーシスと言います。でえーとまあ、英語で酸はアシッドなので、まあ、アシドーシスは覚えやすいかなと思うんですけど、えー、と逆ももちろんあるわけですよね、えー、アルカリ性に傾きがちな病態っていうのもやっぱりあってそっちは、えー、アルカローシスと、えー、呼ばれます。<laughs> で、えーとまあ、さっき言ったように、えー、適切な pH に体は保っておきたいのでそういうことが起きないように調節する必要があるわけです。 で、その調節機能のことを代償作用というふうに言います。はい、おそらいしましょう。えー、体内の pH は7.35から7.45、えー、7.4プラスマイナス0.05と覚えるといいかもしれません、えーで。酸性になりがちなのがアシドシス、アルカリ性になりがちなのがアルカローシス。えー、で、pH を、えー、そういうふうに傾かないように調整しようとする機能のことを代償作用というふうに言います。はい、えー、パート2終わりです。パート2行きましょう。